おらあ、おらが村にも勝屋ができたでよ。なんかどえらい繁盛しとったからテイクアウトにしたぜ。何にするか迷ったわ。基本のロースカツかヒレカツにするか、結局欲張りなエビヒレメンチカツカレーにした。ご飯はあえて大盛りにはしなかった。税込み900円超えなんで、そこそこボリュームあるはず。カツとか別容器なんやね。こんな感じ。なんか、スーパーの、惣菜買ったみたいに見えるなぁ、わら。ご飯とカレーも、別体の容器に入れてある。親切だと思うけど、ワイはぶっかけてあってもええで。ゴミも少なくて済むし。ここ1系の、サラサラ系のルーでございますね。この、かんぴょうみたいな漬物は、何なんや？わら。これをぶっかけろってことかいな。なんかめっちゃかけにくいわ。そうや、まず、具材をセットしまして。エビフライからいくかな。大人になると、エビフライって、あんま食べる機会ないよなぁ、不思議。これヒレか？なんか細長いのう。おらぁ、ドバドバ。躊躇なし。集中あり。むせ込みあり。さあ、スプーンを用意しましてっと。ようやく、いただきます。べし。こんな感じ。エビフライとヒレカツ。あ、あんまり辛くない。これくらいなら辛さの許容範囲。エビは、ちぎれてもうたが、うまい。ご飯少ねえ、な。読みが外れたー。エビの尻尾も、もちろんバリバリ食うで、わら。結局、カレーと、油を吸った衣がうまいんだよな。極論コロッケでもハムカツでもええんや。具材を取るのに、箸に持ち替えるのが、いちいちめんどい。メンチカツ、まずはそのまま行ってみっか。肉汁が、ジューシーで、美味しい。結構キャベツの千切り、入ってて、ヘルシー。千切りに、カレーがかかってるところが、またうまいんだよな。ステルス共感者、絶対いるやろ。二度目の、集中あり。メンチカツ柔らかくてうまー。歯がなくてもこれ、全然食べれると思う。口直しにキャベツの千切りは、ちょうどええ。いよいよ大本命のヒレカツ、行ってみっか。やっぱりこれが一番美味しい。これ一択で十分だった。これで具材は一巡したようやな。ぶっちゃけ、基本のロースかヒレを選べば、満足でしょう。という身も蓋もない結論でございました。わら。Y だったら次回は、ダブルロースカツにするわ。こういうやつ。もちろん、ご飯の大盛りも必須やで。ご飯が、コンビニの丼並みに少ないねん。米といえば、最近大失敗したことがあんねん。
ネットで初めて米買って、えらい目にあったがな。相場より安い米は、絶対やめときなはれ。米は、そこそこのレベルのものやないと、辛くて厳しい。ネットショッピングで買う場合、まずは 5kg 以下、3kg とかで味や食感の、好み、店の誠実度を試してから、10kg とか買った方が、間違いないで。ワイなんか、いきなり 10kg 買うて、大後悔や。すぐに近所のスーパーで、今までの米に買い直したけど、9.5kg 以上余ってるものを、どうしたらいいのか、悩み中。さすがにお米を処分するような、罰当たりなことはできん。災害非常時用の、備蓄米にするしかないやろな。皆さんも米のブランドを変えたり、ネットで買うときは、よーく、考えて、吟味した方がええで。毎日食べるものがまずい、合わないことほど、辛いことはないで。お米は日本人の心、命です。キャベツカレー、うまー。かんぴょう的漬物の正体って、なんやろ？大根。やばい。辛さが時間差で、追いかけてきたー。いやあ、いい湯だった。伝統芸の歌き汗芸を見れるのも秋までやで。もうあっつう間に冬よ。冬はコンビニおでんでもやるかな。っていうか、YouTube 怠けすぎてて、動画素材はたくさんあるのに、タイミング逃してお蔵入りってのがありすぎ。海で焼きそば食う動画とか、もったいない。これを忖度なしで食ってみて、教えてくれー、とか。あれは本当にうまいのか検証してくれー、とか。ありましたら、どしどしリクお願いします。わら。マジ、忖度なしの恐るべきレポいたしますよってに。わら。ただ、一つだけ条件としては、テイクアウトできるもの。それだけが条件。店内では無理やわわい、わら。専用の、自称、YouTuber じゃないものやからね。出入り禁止になったら、支障が出て、笑えんし。ピザとかも、やってみるのもいいかも。でも昼飯には高すぎる気もする。総括すると、このエビヒレメンチカツカレーも、高い。わら、900円超えは、普通に厳しいと思う。リピはなし。わら、美味しいけど、レギュラーのカツで、十二分に満足やで。というのも、普段、ひいきにしているホットモットと、どうしても比較して、コスパを考えてまうんや。税込みで500円を切るカツ丼は、驚異的やで。キャンペーンの時は、400円やしな。揚げたてで、吉牛より安いって、そら恐ろしいわ、わら。カツ屋もええとこあるで。注文したタイミングが良かったのか、いつもなのかわからんけど。揚げ油がいいので、サクサクでもくどくない。でも、このメニューでのリピはなし、わら。次は、ダブルロースカツ一択。ごちそうさまでした。さあ、食べ進めてまいりました。カツ屋、エビヒレメンチカツカレー、いかがでしたでしょうか？暇つぶし、お目汚しになりましたでしょうか？いい汗かいて、いい運動したわい。
最後までご視聴ありがとうございました。ほな。あー昨日、夕日に、テールヤーマー。